次に二木ひろみくん。有志の会の二木ひろみです。ラストバッターで質問したいと思います。野村大臣、このところですね、私大臣と、お米というか水田の問題について議論しています。で、今日の問いですね、通告出しておりますけれども、米を、もっぱら作っている農家が例えば国民の平均所得をですね得ようと思ったらどうすればいいのか、具体的にはどれくらいの耕作面積を確保したり、どういう手法でやっていけばいいのかということを出していますが、その趣旨というのはですね、やはり今後、私はこの前も耕作放棄地のことを問題提起させていただきましたが、やはり経営的に成り立たないとですね、やはりこの今までは赤字であったとしても、先祖代々の土地、もし休耕にしちゃうと、周りの頑張っている農家の方々に迷惑をかけるというような形で、指名的にお米を作っているという、そういう水田を維持しているという農家の方がいらっしゃるわけですね。で、特に私はこのことに関して、通告を出しておりますけれども、まずそのことについてお答えいただきたいと思います。平方農産局長。お答えいたします。水田につきましては、生産面積の拡大に伴って生産コストが減少すると、10割当たりの所得も増加すると、そういう傾向にございます。委員お尋ねのございました、じゃあどのぐらいで平均所得になるのかということなんですが、令和3年産を取りまして、農産物の生産費統計によりますと、水田の場合、経営規模が15ヘクタール以上、20ヘクタール未満の経営体になりますと、10割当たりの所得が約3万5000円というふうになりまして、これに15ヘクタールをかけますと、所得が大体530万円程度というふうになります。このため、個々の農家がそこまでというのはあれかもしれませんけれども、一つは農地の集積を進める、経営規模を拡大するということがあるんですが、あるいは小さい農家であっても集落営農に参加するということで作付け面積を拡大して生産性を向上を図るという取り組みということについて、農水省としても後押しをしていきたいというふうに考えております。委員長、二木博文君。このところですね、与党の方で、いろんな特に経済産業省で多いんですけども、伴走支援という言葉が踊っておりますけれども、私はこの際ですね、今おっしゃったような平均的なこともあるんですけれども、例えば北陸東北地方の水田、あるいはその西日本、特に四国とかですね、私のいるところとか、耕作面積そのもの、いわゆるプラットフォーム自体が違いますので、それだけ15ヘクタールとなると、それだけ所有している農家なんかほとんどいるはずがないわけですね。ですから、その辺をよりですね、細かく国が監視するというのではなくて、伴走支援を行っていくという名目で、例えば、より経営的なことの相談もですね、できるような、あるいはもっと言うと、もう少し把握する上で、水田の作付け状況も外的に見ると GPS とかいろんな形で見ることもできます。これはもちろん生産者側の理解もいりますけれども、よりこの伴走支援をしていって、さっき言ったような地方において、この市街化区域に隣接した調整区域内農地において耕作放棄地が増えないように、日本の地方の風景が変わらないようにですね、やはり具体的には生産者がそのままいていただく、新規の若いですね、生産者が参入していただくということが重要ですので、そういったことをですね、大臣、これより踏み込んでですね、農家の方もある種このどういったやっていいのかわからないと、子供や孫、やってほしいけど、やってと言えない現実があるわけですね。そういうことを大臣も共有してきたはずですので、そのことに対して私が言ったのは具体的な提言ですけれども、どういうふうにお感じになっていらっしゃるか、ご答弁いただきたいと思います。以上、野村農林水産大臣。はい、お答え申し上げたいと思いますが、なかなかこの面積だけで収入を得られるというのは、先ほど平方局長がお答えした通りで、大体米の場合は10ヘクタール以上でないとなかなか所得は上がってこないと。じゃあその面積のない人はどうするのかと。それは私の鹿児島では一番引っかかったところなんです。ですからどういうふうにしたかと、それとプラス畜産、それとプラス他のものをこうやって複合経営で所得を上げていく、これしかないと思います。ですから面積の拡大のできないところについては、そういう形で他の複合的なもので収入を得ていくという、兼業農家じゃないですよ、他の作物にを入れるとか、あるいは畜産を入れてやるとか、というようなことで、やはりこの経営を維持していただきたいと思います。二木博文君。そういう意味で私の今日の提言は、やはりその地区別というか、農家の形態に応じたことを、まず国がですね、もう少し実態を把握された上で、それぞれの、例えばお米という切り口でもいいんですけど、それに対しての、いわゆるサポート体制ですね、これをですね、考えていただきたいということなんですね。一律アベレージを出してもですね、やはりさっき言ったように、もう耕作面積の大きいエリアと、さっき大臣 のご地元鹿児島とかとですね、やっぱり私の地元徳島とか全然違うわけですから、そういったことをですね、やった上での支援体制じゃないとですね、やはり効果的にならない、そういうふうに思います。で、そのことで大臣は、私との答弁の中で転作っていう、ソリューションもあるということをおっしゃいましたが、で今日ですね、申し上げているのは、質問しているのは飼料米のことですけれども、今ですね、飼料米の お米から飼料米の転作、これこの前もレク受けるとですね、結論的に言うと、飼料米、もちろんこれは国がどんどんとですね、推進すればするほど国の支出というか、お金がより必要になってくるので、要はもう外国からはトウモロコシを買うのでいいんじゃないかというような答弁のことをおっしゃっている官僚も一部いらっしゃったんですけれども、私は先ほど武部議員もおっしゃったように、やはり食料安全保障、
大切ですから、やはりその家畜の餌となる、もちろん飼料用のトウモロコシの作成も重要ですけれども、飼料米もですねブランド化して頑張っているエリアもあるわけであって、なんか今後の予定としてですね、国が指定するような飼料米でなければそのサポート助成金を下げるとかいうような情報もありますけれども、そんなことがあるのかないのかとは1点と、そしてやはり飼料米もですね、食料安全保障という概念でいうと、そのさっき言ったお米だけで成り立たない場合に、そういう飼料米、これはまあ原価で勝負できませんが、国の価格として国がサポートすることによって、その飼料米を作っている農家の人の所得となるということで、経営が維持できる、そういう観点ではいいと思うんですけれども、その2点について大臣、ご答弁いただきたいと思います。平方農産局長。ちょっとお答えいたします。飼料用米につきましては、輸入に依存している農耕飼料を国内で生産できる作物だというふうに認識しておりまして、水田活用の調整支払い交付金により支援をしているところでございます。令和4年飼料用米の作付け面積 14.2 万ヘクタール生産量76万ヘクタールというふうにして、令和12年度の、それぞれ目標を上回っております。一方で作付け面積に対する収量、これは十分上がっておりません。また飼料用米の需給動向次第で主食用に戻るという、そういうような不安定なところもございます。このためにですね、今後数年間かけてですね、一般品種ではなく多種にされる方のところとですね、多種品種が増えるように政策体系を見直すということをアナウンスして進めているところでございます。価格は、はい、飼料米によっての価格は、はい、終了前によっての、助成額については、今数量払いにしておりまして、10アラ当たり、5万5千円から10万5千円と変わらないです、多種品種であれば変わりません。大臣、もう一点大臣、はいはい、野村農林水産大臣、はい、飼料用米で、実はそのブランド化した畜産がありました。このまだ飼料米がこんなに、この認知される前の、前というよりも一番最初飼料米を作り出した方々が、これを豚にやった。そしてそれが、山形の方でのブランドの豚になったというのを私も食べに行ったことがありますが、本当に美味しかったです。私の鹿児島の黒豚と、これは米を食べさせた、もう名前言っちゃうとみんな知ってるんです。平田牧場というところなんですが、そこの豚の食べ比べをしたことがありましたけども、どっちがうまいかってマスコミから責められましたけども、どっちもうまかったんですが、そういうブランド豚ができている。あるいはまた卵にしても黄身が少し白くなるんですが、それが売りになって、ブランド卵が出来上がっているということで、飼料用米って家でもこういうような畜産と結びついたブランド化ができると、いうことも一つのヒントにはなると思いますが、ただ先ほど平方部長が局長がお答えしましたように、これからは飼料用米というと今までの主食用米を単なる飼料米に変えるんじゃなくて、専用のやっぱり飼料米を作っていただきたいと、こういうふうに思います。二木博文君、最後の質問になるかもしれませんが、一つはですね、この人の農地プラン等々でも、例えば農地バンクを活用することによって国の助成金を有意義に使えるというような方法がありますが、それを知らない農家の方も結構いらっしゃいます。そういう意味で農水省のさまざまなこういった助成制度ですね、新しい制度できているわけなので、地方の農政局やあるいは場合によっては農協等と職員を通じて農家の方に広めていただきたいと思うことが1点とですね、2点目はこの1番目と2番目の質問で、私が言いたかったのは、やはりこう食料安全保障という名の下で、例えば農地が近くになかったり農家の方がいない地域の国民もですね、今食料は1日も待てないものでございますから、食料安全保障という名の下でもう少し公的なサポート、いわゆる税金の方をですね、吸い込んでもいいんじゃないかという機運も、私は国会議員として作っていかなきゃいけないと思っておりますので、農水省も来年度予算、そして今、防衛費の増額の話もなっていますけれども、この食料安全保障という面で、農水大臣としてですね、岸田政権の総理の方にですね、しっかりとご提言、あるいは意思を伝えていただきたいと思います。その2点について、最後のご答弁お願いします。はい、野村農林水産大臣、簡潔にお願いいたします。はい、予算の確保につきましては、先ほども金子先生の方からもありました、その時に申し上げたのは、最大限の努力をいたしますと、これしかまだ今のところは申し上げられません。二木博文君、ありがとうございます。それでは質問終わります。ありがとうございました。